JR 貨物は東海道貨物線の山王名古屋港間の通称名古屋港線を2024年3月に廃止すると発表しました。廃止を前にこの路線の21世紀の移り変わりを見ていきましょう。この貨物線は東海道本線の一部ですが、実際には中央西線の山王信号場から分岐していました。場所としては名鉄の山王駅、昔の名古屋球場前駅の近くでした。ここからしばらく新幹線のすぐ横を通っていきます。しばらくすると新幹線は南東に分岐していきますが、この貨物線はそのまま南下します。港近くは工業地帯という感じで水運が張り巡らされています。2007年当時のここはゴルフ練習場でした。今はララポート名古屋となり再開発が進んでいます。名古屋港駅を発車した貨物が稲沢に向け走行します。昔は様々な貨車が連結されていたそうですが、21世紀になるとご覧のレール輸送のみとなっていました。このレールの荷主は JR 東海で、路線を所有する JR 貨物とは別になっていました。このやや腰差が今回の廃線の遠因になったと思われます。この貨物線に2008年に変化が訪れました。このレール輸送に使われていた貨車が廃車されることになり、代わりにこのキア97系が導入されました。この映像はキア97系が初めて名古屋港線に入線した時の様子です。キア97系は自走可能な機動車ですが、機関車に牽引されて走行します。これは同じ JR でも路線と車両の所有が異なることから来るやや腰差です。名古屋港駅で入れ替えを行います。 JR 貨物的にはキア97系も貨車扱いですので、新車になる以外は今までと特に変化はありません。駅近くにあるこの分岐線でレールの積み込みが行われます。初めて入線するとあって物々しい雰囲気を感じますね。奥にカバーをかぶせて置いてあるのはリニア新幹線の試作車両です。愛知万博が2005年に終了した後、経年劣化を見るということで置いてありましたが、どういうわけか今はリニア鉄道館に展示されています。それでは現在の基本スタイルを見ていきましょう。稲沢から DE10 に牽引されて名古屋港を目指します。稲沢から名古屋港に行くときは何も積んでいません。この後港でレールを積むためです。途中八幡信号場を経ながら新幹線と並走します。並走するといっても防音壁があるので新幹線の車窓からはよく見ないとわからないと思います。
新幹線から分岐した後はほぼ直線で南を目指します。見てわかる通りこんな感じで直進です。名古屋港でレールを積んだ数日後、このように北上します。発車してほどなく、ララポート名古屋の脇を走ります。このララポート名古屋で貨物列車を見るイベントも開催されました。途中、この片側2車線の踏切を渡ります。貨物船の運転は火曜、木曜、土曜日のそれぞれ1往復だけですので、車から見ればめったに通らない貨物列車のために踏切停止するのは実に面倒くさいことでしょう。この山王信号場から中央本線に入ります。東海道本線の貨物線なのに中央線に合流するのは、もともと名古屋駅から分岐していた路線だったものが中央線の複線化に伴い、その用地を山王まで明け渡したためです。その名残で名古屋駅の8番線と10番線の間に臨港本線と呼ばれる番線があります。中央線を経て名古屋駅にやってきました。やや腰差はここにも現れており、 JR 貨物の担当はここまでで機関車を切り離します。名目上は今でも名古屋駅は貨物扱いがあることになっています。そして2020年に再度変化が現れました。牽引機に DD200 型が追加されたのです。ただ、毎回そうというわけではなさそうです。こう見ると、実にヘロヘロな線路になっています。JR 東海は、レールの積み込みを現在地から笠寺に移転することで、現在の状況を改善するようです。しかし実情を見ると、JR 貨物側が廃止要請をしたようにも見えますね。最後に名古屋港線の珍しい姿をご覧いただきましょう。2011年に特大貨物として変圧機が名古屋港まで輸送されました。ダイヤ上の支障は特にないのに、早朝の運転はいろいろ事情があるのでしょう。いかがでしたか？この路線については、また KIA95 系とともに紹介したいと思います。それでは。